藤井でございます。ボルカ FM ね、えこの音を聞いていただいて、今このね、マイクロコントロールからMIDIにつないで、弾いてますけど、もちろんあのこうやって弾けちゃうんですけど、音がこのエレピで分かった通りボルカ FM ですから、 FM 音源、 FM 音源というとですね、まあ有名なのは DXM がありますけど、で FM 音源、これ全くね DXM と互換の6オペレーター32アルゴリズムの FM 音源です、こいつは。でね、こういうねアルゴリズムのシートとかもついてるんですけど、アルゴリズムってね、 FM 音源みんなあのちゃんと勉強しましょうね。こういう6つのオペレーター、箱のことオペレーターって言うんですけど、6つのオペレーターの並び方の種類とがアルゴリズムと言いまして、まあ、1から32まであるわけね。でこの緑色と青いのがあるじゃない、緑色っていうのはね、キャリアといって、まあ、下が地面だと思うとね、地面についてる、オペレーターがこう音が出るんだけど、それをキャリアと言います。で上に積み上がってるオペレーターのことを モジュレーターというんですけど、ね、この箱、すなわちオペレーターの仕組み、この並び方、これが何といっても FM 音源6オペレーター32アルゴリズム DX7 と完全互換でございます。でね、裏を見るとこれね、 DX7 と全く同じ状態の6オペレーターの完全なるフレディットができるこれね、びっくりしたんですけど、この小さい画面というか、これだけでどうやって DX7 でフルエディットできるのかと思うとですね、ここにちゃんとエディットっていうボタンがついてて、ここでねパラメータを選ぶことができるんだよ。例えば今フレキエンシーコース、これフレキエンシーの、コースをね今やって、これですね FREC ってやつやってるんですけど、この状態でバリューこれ動かしてみるね。お、見事に変わりますね。2オペレーターの2、3、すごいよくやった。これ完全に FM 音源フルエディットです。まあ、どんな音色があるかちょっと聞いてみましょうか。例えばこういう、派手ですね。6オペレーターあるとこういう複雑な音色作れるからね。ちなみにこの鍵盤でも弾けますから、もちろん。でこういうプレイボードの時にはここのスライダーがね、このベロシティの値になるわけね。でここがトランスポーズ、でキャリアとモジュレーター、ね、モジュレーターキャリアで、さっき説明した通りキャリアというのは下についてるやつね、上でモジュレーターが上にあるやつ。まあ、キャリアの方がです、地面についてる方が割とあの音量なんですよね。それのディケイとアタック、でこちらモジュレーターの、ね、変調する方ね。どちらかというと音色的にはね、モジュレーターの方が過激に当然変わりますね、音色を制御してるからね。で LA4 でアルゴリズムをねダイレクトに1から32まで変えれるんでね、当然箱の並び方が変わると変調の仕方が全然変わってくるんで、より過激にね、音が変わっていくわけですけど、素晴らしいですね、よくできてますね。でね、まあ、今これ MIDI でつないでるけども、弾いてる時には3音ですかね、これね。
れでいいね。このバチバチいうのがいいね。してるわ。こういうね、いろんな音色がもうすっごいいっぱい入ってるんだけど、何たってボルカになってるという意味合いは、何たってやっぱりシーケンサーがねここで制御できるっていうことになるんだけど、例えばこうね鳴らしましょうか。鳴らしながらこうやってベロシティを変えられますね。で16ステップです。当然16ステップ、これを8ステップ分とかね、4ステップ、これで16ステップ。当然録音状態にしとくと今動かしたこのねモジュレーターのディケイが録音されてますね。よくできてますね。ちなみにね、今8になってるでしょ。ちょっとリズムをなしなしてるね。もちろんこのシンクで完全シンクしますね。面白いのがね、このワープアクティブステップ、今8ステップなんだけども、それをやると、ね、16ステップ上にこう引き伸ばしてくれる、そのステップを急に違ったパターンに聞こえたりとかね、できますね。これよくできてるの面白いね。ということができたりね。もちろんメモリー、これで16個メモリーできるんで2にしてみましょうか。おお、途中このバラバラバラってなってるね、このうまくよくできますね。次、かっこいいですね。全部ちょっと一応消してみようか。ね、お、なんか鳴ってるな。でしょ？メトロノーム。これ当然録音モーターに状態にすれば録音できますかね。じゃあこれで。バッチリ。こうやって自分の気に入ったのをどんどんメモリーしていけるということですね。どんどんいってみましょうか。おお、かっちょいいね。このブラスの音、 FM 音源、あ、こういうこう、あ、このオルガンのリフってかっこいいね、これね。こういうのと合わせるとかっこいいね。ご機嫌です。このねボルカ FM、 FM 音源の特徴である過激な音色変化と16ステップシーケンサーによるね、シーケンス、当然ボルカシリーズっていうのはここにあるボルカビーツも含め、ボルカベース、ボルカキーでしょ、ボルカサンプルでしょ、もう5機種目になるわけですね、ボルカシリーズ FM ですよ。そして
これはもうめちゃくちゃ楽しいですね。 DX7 完全互換ね、このボルカ FM DX7 と完全互換ということで DX7 用意しました。 DX7-2 ですけどね、ここにあるのはね。でね、今ちょっとボルカ FM のボリュームを絞って DX7 を出してます。これ DX7 の音色ですね、いろんな音色が入ってますけど、こんな感じですけど、例えばね、どうにしようかな。じゃあこのアナログ X って音色、ね、FM なのにちょっとアナログっぽい感じが出てますけど、これをね、じゃあボルカ FM にね送ってみましょうか。これどうなるか、やってみますよ。これね簡単で、実は今 MIDI でつながってる状態でエディットモードにして、この MIDI アウトからボイスのトランスミットエディットバッファーデータ、これをやってやるって、ここでイエスを2回押すとドンってやると、もう言ったの分かりますよね。 アナログ X、 これ名前ごとちゃんと言ってるよね。行きました。じゃあね DX7 のボリュームを絞ってボルカ FM を上げてみますね。来てるね、来てるね。もう一回これ DX7 ね、ちゃんと再現されてるね。じゃあ最後にこれ言ってみましょうか。このテンプルゴングって音、 FM 音源らしいこの音、まさに鐘の音ですが、これを送ってみよう。エディットバッファーでイエス、いきましたね。 OK、 じゃあボリューム下げて聞いてみるね。あ、バッチリ。素晴らしいね、このボルカ FM、 さすがですね。これで、完全互換というのがよく分かりましたね。 DX7 のデータを完全に読み込むロックオペレーター32アルゴリズムの完全なる FM、 よくぞここまでできました。素晴らしいです、ボルカ FM。 ぜひ皆さんもね、ボルカシリーズと一緒に使ってですね、ガンガンに、やってもらうといいんじゃないですかね、ボルカFM でございました。ありがとうございました。